皆さんどうもこんにちは。今回は会津に行ってきての購入品を紹介していきたいと思います。ワンディ&ユーポンです。はい、じゃあまず1点目はこちらの、ちょっと聞いちゃったんですけど、星番屋ろうそく店っていうところに行ってきて、そちらでろうそくを購入してきました。はい、一回こちらで、ろうそくを作ったことがあるんですけど、多分どこかにあります。はい、で購入してきたものがこちらの、何かわかりますか、こちら。多分インスタグラム、インスタグラムには載せてないんだ。はい、こちらになります。何かわかりますか、この色。コンペイトです、こちら。めっちゃ可愛いですよね、こちら。なんか、コーヒーとかビールとか、なんか団子とかありましたね。気持ちいいです。こんな感じです。で、これ固まってないんですよね、こうやって。動きます。こちらコンペイトキャンドルって書いてあります。こんな感じで、ここに火をつけたらなるらしいです。でも私はこう取っときます。で、匂いがちょっと甘い香りがします。これ飾ってても可愛いですね。はい、続いてこちらなんですけど、多分動画見てくださった方は分かると思うんですけど、昭和懐かし館でこちら取ってきました。違う、もらってきました。こちらの合図、こんな感じですね。チーズですね。はい、続いてですね、こちらもね、動画見てくださった方とかインスタグラムを見てくださった方は分かると思うんですけど、おたねくんという方に会いまして、で、こちらね、おたねくんがこちらなんですけど、一番最初にこちら、おたねくんの名称をいただきました。こちらがね、おたねくんのツイッターですね、これ。こんな感じです。5年ぶつってことで。私、サインまでもらいましたね、これ。おたねくん、よろしくね、ですね、これ。かわいい。で、意外にですね、インスタグラム見てくださった方わかるかな？なんか結構身長が大きくて、すごかったです。はい、続いてね、またまた昭和懐かし館なんですけど、で、昭和懐かし館でこちらの、これ昭和にあったマスコットらしいんですよ、こちら。なんかここにね、お尻に磁石があって、こんな感じですね。まあ、白ですね。こんな感じ、なんか可愛かったので購入しました。はい、続いて。こちらの国語のノートになりますね。国語のノート。はい。12マス。なんか私のはですね。おー、なんかすごい。なんか私のは、こう、縦にこう書くやつなんですけど、多分昭和の、昭和は、こういう感じのマスだったんですね。漢字のノートですね、これは。もっとちっちゃいんですけど、すごい。素晴らしい。で、国語のノートに挟まれたんですよ、こちらの。なんか意味があるんでしょうね、これ。誰か読めますか、これ。私には読めません、この習字。あ、でもこれってあれだよね。天皇のノートだよね。で、これが英語の語、英で。はぁ、なんか、こう、買った時もこうやってやってくださるので、ほんとすごいですね。で、こちらがね、お土産になります。はい、楽しみにしててください。続いて、お菓子です。まず一つ目、こちらの、バームクーヘン。これ、一回食べたことがあるんですけど、ほんと美味しかったので、購入してきました。カメラが落ちる。すみません。うん。続いて、こちらの、会津焼きまあ、せんべいなんですけど、焼きせんべいですね、こちらの会津。鶴が上で。はい、こんな感じですね。ちょっとでっかいですね、これ。はい、ということで、今回はこのような感じで終わりたいと思います。ぜひ、インスタグラムもフォローよろしくお願いいたします。それでは、バイバーイ。